目でも舌でも楽しめる多彩なそば、味とボリュームに大満足。まずは静岡市葵区靴の屋の手打ちそば茶山。5年前にオープンして以来、幅広い客層から支持を得ている評判店です。長年名店で経験を積んだ店主茶山さんが丹精込めてそばを打ちます。北海道のそば粉を使用しており、28で打っております。若干細めで打っておりまして、のど越しの良いおそばとなっております。看板メニューは5種類のそばが一度に味わえる福は内と鬼は外。福は内は冷たいそばの上にさまざまな具材を盛り付けます。まず一つ目が鶏肉、椎茸、生麩が乗ったおそばです。鶏肉だけを甘く煮てあって、椎茸はちょっと辛めで炊いてあります。二つ目が桜エビのかき揚げ、ゆいさんを使っておりまして、揚げたてでやっております。他にもそばの芽や大根おろしなどを乗せたさっぱりとしたそばも揃っていて、すするたびに違う感動が生まれます。さらに一つだけ変わりそばというものがあります。今月の変わりそばはレモン切りとなっております。レモンの皮をさらしなそばに練り込んでおります。つゆに加えてレモンの果汁をかけていただけば、爽やかな酸味と香りが堪能できます。単品の冷たいおそばでおすすめはなめこおろしとなっております。このなめこは親戚のなめこ農家から直で取っております。一度茹でて冷たいそばのつゆにつけております。大根おろしと大葉をのせて完成。つゆをかけていただけば、プリップリのなめこと薬味がよく絡み、夏にぴったりな最高の食感です。続いてはネギと鶏もも肉を煮込んだ温かいそば。仕上げは卵を2個使って、つゆが濁らないように数回に分けて閉じていきます。ふわっふわの卵を乗せれば、親子南そばの出来上がり。湯気とともに出汁のいい香りが漂います。つゆを含んだ鶏肉はじわじわ旨味があふれますよ。ご飯物のおすすめはそばやこだわりの天丼になります。エビが2匹とナス、シシト、海苔、かぼちゃが入っております。丼タレはそば屋の返しとそばつゆをベースとして甘めに作っております。揚げたてサックサクの天ぷらにこだわりのタレが染み渡った天丼。身が詰まった大きめのエビ天は噛むと弾き返すような食感です。夏野菜の天ぷらの盛り合わせもおすすめ。家族で訪れたい茶山です。熱々の鉄板洋食、味とボリュームに大満足。続いては富士市中島のオレッジの洋食屋。普段着で訪れることのできるカジュアルなお店として地元で親しまれています。壁には気になるメニューがずらり。小さい子どもさんから大人のお客様まで、喜んでいただけるような料理を作っております。ハンバーグをメインにしてますので、ダブルハンバーグをお客様には勧めてます。 150g を2個、結構ボリュームはあると思います。牛と豚のひき肉を6対4でブイヨンを入れて蒸し焼きにしてます。そうすることによってちょっと柔らかくふっくらと仕上がるような感じにしてます。ナイフの重さで切れてしまうほど柔らかくジューシー。しっかり味がついているのでそのままでも十分ですが、玉ねぎを使った醤油ベースの和風ソースをつけると美味しさ倍増です。プラス350円でご飯、スープ、ドリンクをセットにできます。さらにサラダをサービスにして出してます。やっぱサラダもつけてっていう感じで言われてたものがあちこちこあったもんですから、サラダつけようかなと思う。続いてはエビをフランベして作るパスタ。もちもちの太めの麺を合わせ、甘みのある自家製トマトソースをよく絡めます。エビエビトマトパスタのビールチーズ。
ネーミングの通りとろっとろのチーズがたっぷりついているので、食べ方はチーズをパスタの上にかけて食べていただいてます。やっぱトマトソースとチーズがうまく絡み合って結構いい感じには仕上がってると思います。エビのプリプリ感もたまらない一皿です。ビーフシチューが結構お客様はよく頼まれますので、それにシーフードピラフをちょっと合わせてみようかなと思いまして、結構ボリュームはあります。牛のバラ肉を3時間ほど煮込んで、で1日寝かして、昔ながらのデミソースに仕上げてます。じっくり煮込まれた豚肉にコクと旨味のあるソースが染み渡り、とろっとろ、油の甘みが際立ちます。エビ、イカ、カニ、ホタテが入ったシーフードピラフは醤油としば漬けを使ったあっさりとした和風味です。こちらは夜限定の肉盛り合わせ、ハンバーグやチキンソテー、ソーセージやハツ、さらにタンシチューも味わえるコスパ最強の一品です。私一人で営業しておりますので、時間に余裕を持ってご来店ください。具沢山のスープカレーもおすすめ、サービス満点、オレッチの洋食屋です。